家無縁罪サラリーマン。嘘をついた女子高生は厳重注意で済んだ。私は全てを失った。がネットで話題。内容はこちら。痴漢冤罪サラリーマンに関するポストが話題のようです。では、翡翠の姿さんのポストより内容を見てみましょう。翡翠の姿。すごいなこれ。痴漢冤罪事件起こしても厳重注意だけで終わるのかよ。笹団子さん。痴漢冤罪について。先日電車内で痴漢と間違われ、女子高生に腕をつかまれ取り押さえられました。やっていないので抵抗しましたが、駅員4人がかりで駅務室に連れて行かれました。駅務室に入った時点で私人逮捕になるのは知っていたので抵抗しましたが、思いっきり引っ張られダメでした。この際に服は破け、カバンは紛失しています。まだ見つかってません。その後警察を呼ばれ、否認しましたが、全く取り合ってもらえず、わざとじゃなくても触ったかもしれないよね。認めたら罰金ですぐ解放されるけど、否認したから職場にもバレるし、一生後悔するよ、と言われました。そして警察署に移送されて、さらに詳しく事情聴取されたのですが、1時間くらい経った頃、いきなり警察官たちがざわつき始め、いきなり、帰っていいよ、と言われました。理由を聞くと、どうやら相手の女子高生が、テストが嫌で嘘をついたと認めたそうで、痴漢自体でっち上げだったそうです。警官から、相手にはもちろん親を含め厳重注意するので、お疲れ様でした、と言われましたが納得がいきません。奪われた時間と、かけられた冤罪と破れた服となくしたカバンはどうしてくれるんだと言いましたが、個人情報で相手の連絡先や氏名は言えないの一点張りです。相手の保護者に損害賠償請求したいのですが、可能でしょうか？これはひどいですね。あまりに理不尽すぎますよ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。これはひどいね。ほんまやったら笑えないな。これが本当なら、さすがに理不尽すぎてイカれてる。厳重注意で終わるはずがないぞ。確実に虚偽告訴で訴えられる。もし事実なら、検察に告訴状を出せ。その JK が確実に嘘をついたのであれば、虚偽告訴で刑事告訴に向け、被害届を提出しよう。で、民事で名誉毀損で訴えて損害賠償請求しよう。本当の話なら、弁護士にとっては楽な案件やろね。事実であれば訴えるべきですね。次はこちら。とんでもない話だな。なので、電車に乗るときは釣り革両手で持ったりしてる。電車通勤のこれが怖い。これだから痴漢疑われたら逃げるべきとか言われちゃうんだよな。痴漢は犯罪だけど、痴漢の冤罪を作るのも痴漢と同じくらい重い犯罪だと思う。嘘くせえわら。でも、こんなレベルのがマジであるから、一定の信憑性あるんだよな。信用をむちゃくちゃにした司法と社会が悪いんだよ。確かに今の司法や社会を鑑みると、一概に嘘だとは言い切れない部分もありますね。次はこちら。さすがにネタだと思いたいけど、あり得ると思うほど女性の信用が落ちてるのがね。引用で、どうせ嘘だろわら、みたいなセカンドレイプ多くて、なんか草津冤罪の時にも見た流れだな、って感じるわ。ここで嘘だのデマだの言ってるのは、心当たりがあるから火消しに走ってるんだろうな。クソフェミは、こんな嘘つき女も擁護しそうだ。嘘か本当かどうかは知らんけど、現状のクソったる中性法律と弱肉強食の典型みたいな警察の立場から十分あり得る話だろ。嘘か本当かはわかりませんが、痴漢の冤罪はやはり問題だと思います。最後はこちら。男性側が圧倒的に不利ですよね。やってないことを立証するのって難しいし。なんとかならないんかな、これ。女子高生のビジネスの一環、慰謝料目当て。警察も暗黙の了解。絡まれた男性が悪い。車通勤が無難。冤罪かける女も悪いが、そもそも痴漢がいるから悪いんだよな。これで女が声上げにくくなったら、痴漢がますますのさばるだろうし。電車内に防犯カメラを設置すべき。痴漢も冤罪もしっかりさばいてほしい。
痴漢を撲滅するためにも電車内の防犯カメラは必要だと思います。結論、今回の痴漢冤罪被害者の訴えが事実なのか嘘なのかは定かではありませんが、痴漢の冤罪は実際にありますからね。中には慰謝料をもぎ取るためにわざと痴漢にあったと主張する悪質な女性もいるほどです。しかし根本の問題は電車内で起きる痴漢が一向になくならないことだと思います。やはり悪質な痴漢や痴漢冤罪をなくすためにも電車内に防犯カメラを設置するなど抜本的な対策が必要なのではないでしょうか。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。